身長美容医師学科科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長と申し上げたらチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくズバリなんですけども、身長先生の20年計画ね、これについてお話しさせてください。というのもですね、繰り返しお伝えをしているような内容になるんですけども、身長のコンサルタントを募集したりだとか、提携してくださるクリニックないですかとか、いろいろ声かけはしているので、どんだけ皆さんも、ご存知かなというふうに思いますけども、改めてこれから20年間かけて私が今、身長先生としてどんなことを、ね、成し遂げたいのか、どんな夢に向かっているのか、でそういうところを共有させていただきたいと思います。厳密なことを言うと、今まさにそう言ってます、ビジョンという件がいいと思うんですけど、ビジョンの再作成を行っています。で、正式なものは一応です、8月に、公表しようかなというふうに考えています。ただもちろん今の時点でもある程度そのベースのものっていうのは、出来上がってますので、そこをちょっと皆さんと共有させていただいて、一緒にね働いてくださる方とか、あとはまあその、患者さんの皆様においてもですね、どんなふうな未来が待ってるのかとか、そんなことをねご想像いただければというふうに思っております。ということで20年計画ってことなんですけども、20年後にどんなことを私が達成しようとしているかというと、スローガンとしてはトールジャパンとかトールエイジアとか、こういったようなスローガンを掲げたりするといいかなとか思ったりだとか、あと平均身長プラス5センチプロジェクトとかですね、こういったところはね今の段階だといいのかなというふうに思ってます。日本人の平均身長単純に毎年ですね厚生労働省が発表されると思いますので、それをですね本当に20年後にプラス5センチにできないかってことを本気で考えていくとか、あとはですね、トールジャパンといって、日本人、アジア人含めてですけど、身長低いイメージがねどうしても世界だとあると思いますので、そういったね、覆せるようなことができないかとか、あとはですね、トールジャパン、もちろん、トールジャパンなんですけども、アジアって書いてあるんだけど、いわゆる、海外進出も含めて20年間通していやできないかとか、そんなことも今のところ考えています。で具体的にですね、じゃあ日本の中でどういったことを、KPI という表現がいいかな、どういったものを重要な指標として考えているかというと、私のコンテンツはいくつかの、分類に分けられると思うんですね。一つがいわゆる生活習慣でこういうことしましょうねとか、あとは身長予測ですね、あなたは最終的に何センチになりますよとか、それに対してサプリメントですね、院内と栄養補充法というところでやってますけど、それでサプリメント、そしていわゆる、春季を遅らせるお薬が成長ホルモンというのは本当に薬物関与ですね、この4段階というか4つ のものに分かれていると思うんですね。でまずは、対象者になるのは日本だと大体小学生と中学生合わせると、大体1000万人なんですね。なので私の治療対象となるのが大体1000万人ってところで、1000万人のうち、例えば70%の人に対して最終身長予測だったりだとか生活習慣の指導ができないかとか、こんなことを考えてます。でこれに関して言うと、変な話だけど、100%、皆さん広がってもいいんじゃないかとかって私は思ったりもします。最終的にそもそもね何センチなのかって、これ意外と小さいうちから知っておいたら多分皆さんもいいというふうに思っていただけることほとんどなんじゃないかと思うんですけど、せっかくですね毎年身長測ったりするわけですから、そういったデータをもとにですね、そのことが最初に何センチなのか、結構そこに対しては無駄な期待というかですね、過剰な期待というか、なんとかな期待値が高くなりすぎてるパターンとったりとか、逆のパターンもしっかりですけど、そういったのを是正していくってことは悪いことではないと思いますので、本当 100% で言いたいんですけど、 100% はなかなか難しいかなってことで、70% というのは今の段階と掲げています。ただ今後、今の段階だ と初診に来ていただいて、そこで最終身長予測出してってことをやってるんですけど、それもちょっと分離してですね、成長ドックっていうような形でまた新しいサービスを作りながら、もうちょっと適正な形で普及できないかとか、そういったことも考えています。具体的に成長ドックの話はまた別の動画で話そうと思うんですけど、一応7月の1日から当院も成長ドックっていう制度を始めていこうかなというふうに思ってますので、そういうふうに最終身長を予測するっていうのを 70% の国民というか、お子様に広めていくっていうのが一つの目標、20年間かけてね。あともう一つ生活指導ですね、これも 70% の人に、届くようになるといいかなというふうに思ってます。例えば今回の本ですね、本の発売もその活動に近いのかなというふうに思いますので、今後そういったどんどん活動していって、これも変な話で知ってて損する内容では絶対ないので、本当 100% というふうに言いたいんですけども、70% の国民に広めていくっていうのは一つの目標としようというふうに考えてます。それに対してサプリメントの治療ってことで、こちらも昔は1000万人のうちやっぱ 10% か 20% 程度を、目標としていきたいかなというふうに思ってます。現状として私のオリジナルの、サプリメントは取り扱ってないので、今後そういったオリジナルサプリメントを通して全国の人に 10% か 20% ですね、普及できるようなものが作れればいいんじゃないかなというふうに考えてます。でそして最後にですね、全国民というかその1000万人のうち 1% ですね、 1% 数においては、現状行っているのは薬物介入ということで、身長先生式成長ホルモン治療とか、ここも最近お話していると思うんですけど、そういったのを広めていくということを考えていきたいというふうに思ってます。コンサルタントに関して言うと、特にそういった、今何回でもその初心に来てもらって、長い説明がね、その分担作業をやってもらってもしてるんですけども、もちろん、今まずはそういったのをやってもらって、これ制度が出来上がっていく中で、例えば生活指導だけでやっていくとか、生活指導に関して言うと、今後は身長塾っていうのを開講していこうかなというふうに考えております。本当身長ってすごく勉強する内容が多くて、本当にご興味ある方も非常に多いというふうに私もやっぱ思います。実際にこの YouTube がですね、登録者がどんどん増えてるっていうのもそういったような意味合いになってくると思いますので、そういった身長塾っていうのを通してコンサルタントの皆さんにですね、身長知識を広げていただく
とかそういった役目をしていただくといいかなというふうに思ってますので、まあ、20年計画ということで私こんなこと考えてますよということで今日ね、共有させていただきました。ぜひですね、身長治療コンサルタントで、ね、ご興味ある方はですね、LINE の方ですね、ご連絡いただければと思います。それではまた。